これがね最強なんすわ。これマジ強い。モダンやってて思う。イエーよっしゃー終わりー。そういやモダンもコントローラーじゃなくてレバーレス、いや俺コントローラーでやってるよ。普通にコントローラーでやってるよ。モダンは絶対コントローラーの方が強いね。100% パッドの方が強い。てか俺この前海外の大会見たけど、やっぱ海外のクソ強い選手全員パッドだわ。だパッドが正義だよやっぱ。そう海外はマジパッドが多すぎる。ちなみにイフナから俺んちでよく対戦するからパッドをね、ユフナが1個新品持ってきてくれたんだよね。だからもしこの今俺が持ってるパッド壊れても、ユフナから大量にもらえるパッドが。いえ、まあリーザーどの技が肝、うん、やっぱりでもアシスト中パンチターゲットコンボやっぱ大事だと思うよ。これがね、やっぱこれマジ大事だと思う。これがね最強なんすわ。つえ一回投げをさせるだけでこの威力、全くもって筋肉キャラ強すぎ。そう割と多分プラチナダイヤぐらいまではターゲットコンボしっかり使えればめちゃめちゃ勝てるよ。これマジ強い。モダンやってて思う。モダンだと超簡単で、これマジ強い。弱足こするより中足当てるぞっていう気持ちで、まあでもそのなんて言うんだろう、相手が打撃を重ねてきた時とか、とりあえず 2,3 回相手の通常攻撃をガードした後振り返すみたいな気持ちでいいよ。そういう時に中パン、前歩き中パンとかやってくるやつらとか全部枯れるから、相手の打撃をガードした後に振る技がターゲットコンボって感じかな。マリーザはでもそれでめちゃめちゃある程度ぼったくれると思うよ。 DJ 多くない？最近 DJ と Jamie 大量発生してるからみんな気をつけろ。ストリートファイター4番道路でマジで大量発生してる。多すぎ。それ上もやるのやばいな。はあ、今のわけわかんないんだけど。そうでしょう。うん。イエー、なめんなって俺を。俺という人間はあまりなめない方がいいぞ。このゲームマジでさ、なんかほんとムカつくよな。でもやめられないよな。うざいよな。なんかストリートファイター5の手のひらでぶっぱしてくるよ、こいつ。お前がぶっぱするまで俺一生重ねないからな。なあ。来たー。あ、このゲーム大嫌いかも。あ、嫌い。あ、これで死んだら俺はもうちょっと本当に、これで死んだら俺全然嫌い。
カチムカつく。あ、ちょっと待って、普通にムカついてきた。ちょっとエアコンのリモコン取ってくる。この間のスティームのセールでストシックス買って格ゲーデビューしたんだけど、モダンマリーザで今シルバーで距離取られる相手に少し苦戦してて、そういう時って無理に近づいた方がいい？無理に近づくんじゃなくて、今から見てて、遠距離相手には近づき方があるんだよ、こういう遅いキャラって。見ててね。この歩き方、こういう歩き方できれば遠距離系のあいつやつにも対応はできる。だから端に追い詰めていく。だから結局端まで行ったら相手は逃げる場所がなくなってくるからね。はいはい、使っとくか一旦。溜めすぎた。あ、大じゃないとスカるんだ。大にしよう。オッケー。ちゃんとねマリーザやるときはね SS3 打てるか打てないかをね見ていきましょう。アリケン、画面端ファランクスのあとはフレーム消費しゃがみ中 P だよ。あ、そうなんだ。なんかみんな弱でやってるイメージだけども、ラスト一戦です。さあやっていきましょう。全然全然やった気持ちしないけど、うわー、噛み合う。インパクト打ってこい。上見てるよー。でもやっぱマリーザやるならドライブラッシュ止めたいなとは思う。すごく思う、マリーザやってて思うのは。うほー、よっしゃー、よっしゃー、終わりー。まあ前半クラシック後半モダンでやったけど、モダン適性めっちゃ高いねマリーザちゃんは。全然全然ご褒美結構すんなりサクサクっと。昨日3から始めて3、4、5マスターっつって言えたからね。まあ勝率は多分そんな良くないんじゃないかな、クラシックでやってたのもあるから。まあ一応見てみるか。あー、全キャラマスターまでちょっとずつ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 進んでってるよみんな。割ともう大台来てんじゃないって思うんだけど。マリーザ勝率 66%。 やっぱザンギエフと一緒でどっしりやるキャラはどうしてもやっぱ勝率が下がってしまうな。